多分バグってる？なんか向こうしか向かないんだよな。まあまあまあやっていきますか。今回石王山加工の、その3で、あと2つほどだね。ちょっとクリア目指しますか。封印があと2つあるんでね。前回多分上行けたんだっけ。さてさて、おお、マジか。痛い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 。ほい、そう。レベル上がったとはいえまだまだ削られるね。いやー厳しいな。とりあえず回復して、やっぱここまで来てやっぱ回復手段はなかったね。でででやばいやばい。くんはね、もう単純に痛い痛い痛い、生地投げた方が早いんだよね。鳥の数よ。投げをうまく使っていきたい。で、ここよね、今回。いやー、最後になー、ちょっとボス的なのが出てくるのがきついな。いってーな。ない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 。痛い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 。いや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 。来たね。よっしゃ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 。レベル上がった分こなせるようになってきたね。もうあれ、かまいたちカウンター的な効果あるのかな。あ、いったね、これでね。いや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 、順調順調。やっぱレベル上げ大事だね。まあただクリアして何が待ってるかっていう話なんだよね。嫌な感じしかしないんだけど。
ップがやらしい、やっぱ。黒曜石。あ、いける？いけないか。この先ね。こうするしかないよね。いてここアンチかな。ちょっと待った、なんかあるね。あー違う、あれ右側か。ゴリ押しだなこれは。そうか、三つ目はあれか。あれ下落ちるか。抜け道あるんですね。気にしなくてよかったね。あっちあっちあっち。でもない。痛い。それはいいか。それは痛いやつ。さて戦闘にならないこと。来るなよ来るなよ。
やっと見つかった。いやーね、まさか火山のマップしてるときに消防の連絡が来るとは、ね、急いでマイク切ったよ。あー危ない危ない。お、マジか、こんなところあったのか。あとはどうやって行くんだろう。とりあえず、制覇したんで、ああ居住の泉だと20か。まあいいか、とりあえずやってみよう。川が出るかどうかはもう運だからね。あこれでもいいんだ。夜になる瞬間までライフ減らしておいて片付けると。あーめっちゃ卑怯な手使った気がするわ。ただいま。あーやっぱ冬だとそんなにか。冬少ないね。自力で探索した方が何かといいような気はするね。さあ G、取引しよう。そうなんだよね、米がね、砂糖めっちゃ使うね。マジか。味噌6。はー、それだったらもう農書だけにしとこう、まずは。あと、絹を。うん、絹だね。藁にも取りません。白。とりあえず食事は。あとだね。よし、で、加工品。ですか？何か作る。豆腐は油か。一個ぐらい作る。何か食べるマスカ。多分ね、そんなだと思うんだよな。昆布一茶。まだ昆布茶にしとこうか。あー突破できるかな、石油山。一応セーブしといて、多分ボス戦になり得るだろうと。お、都との交渉が成立。巻いておこうか。で多分この週にクリアしないと春になるんで、準備が忙しいもんね。2、3週ぐらいは潰れるから、とりあえず基礎材サッタが少ない。そうなんだよな、多分そんなに。結びの木花。ああちょっとなんかこれはちょっと今やるべきではないものだ。竹もちょっと10個ぐらい入れて、
これでいこう。で金太とゆいのところ行こうか。なんか作るかや。荒涼大ざむむくわ。粘土がいるのか。結びのこの花を売ってなくてよかったね。呼吸用の鬼おろし。はあ、はあ、片手か。鹿の角使ったね。ああ、結びのこの花がいるのか。はあ、黒曜序連。いや、だって結びのこの花は、今回初だもんね。今まで出てなくて、やっと手に入ったからさ。神様、何か作りすか？クバ、クバガサ。わかった。使おう。一目がさ。一人にして嫌いんね。これでまたうっつくなる。クバ、魚が採取した時の、繊維染料入手確率がアップと。ナンパーかよね。運気、新規。するか。麺はね、麺悩みどこやな。ね、でさっきのこの葉だよね。まあゲットできるとは思えないから。行ってくる。でゆい行かせて、この葉だよね。結びのこの花多分夜倒してやっと手に入るみたいな感じだよね。うわー、どうしようかな。一回チャレンジしたいけど先にこっち行くか。さあ、じゃあさらによく行きますか。どうなるかな。不滅竜。鬼どもの姿がすっかりなくなったな。ここまでたどり着いてはおらぬのか。もしくはすでに。あーボスか、やばそうなのが。すでに鬼どもはこやつに平らげられたか。やだやだ、怖い怖い怖い、うちに帰れ。ここでダナこねても。お様しっかりなさいませ。ちょっと待った、当たり判定がちょっとシビア。しかも来るしね。やばいやばいやばい、そんな来ました。危ない。おい、どう？なんか切れた。あー、しかも全然減らねえ。てか、気のせいかな？あれ多分バグってる。なんか向こうしか向かないんだよな。
それはそれで困るんだけどな。うん、うん、うん、ライフ回復手段が欲しいね。あ、いや、非戦闘中だけど、非戦闘中、戦闘中だけど回復するんだ。これは何の効果だ。あー、攻撃してるかどうかか。やっと意味が分かった、回復の。でもさ、ずーっと背中向けてんだよなあいつ。それでいいのか。あ、ダメだ。まあ避難すればいいからね。まあ、待機しよう。マジか。え、これでいいの、ボスさん。大丈夫？おい、いいって。いていていて、なんで逆向く？お、スイッチ入った？あべ、あ、スイッチ入ってくれたっぽいね。多分かまいたちで、あ、やっぱかまいたち鍛えててよ、正解だったね。はい、窓へ。まあ、防御力下げて、はい、投げれない。はい、投げちまえ。さあ、防御力下げて、はい、決まり。足雲のムクロをよもつ神に変えておったのはこやつであったようですな。鬼どもはそれを止めるためこの火山を攻めたという筋か。あやつ、最後に人がどうとか申さんかったか。はて、妙にございますな。この島において人とは峠に住むあの者たちだけのはず。やつが火に沈んでしまった今となっては考えるだけ無駄か。早く帰ろう。これで川の水も戻ればよいのですが。そのよもつ神とやら、そのようなこと。何ぞ心当たりはあるか。
我ら足蜘蛛族を飼っていたのは紛れもなく鬼であった。だが今となっては鬼どもにしては統率が取れすぎていたようにも思える。まるで竹リビと共に戦った時の我らのように。獣鬼とは本来種を超えた群れはなさぬものじゃ。各地におった主とも違う。何者かが上に立っておるのやもしれんな。それがあのヨモツガミが言っておった人であると。覚えておいでですか、サクナ様。我らの他にも頂の世に人が迷い込んだこと。そうじゃったか。サクナ様が雨の浮き橋にて蹴り落としたもの、山賊の石丸にござります。もしそうだとして、わしらより早くこの日の目に現れ足蜘蛛たちを狩るなど果たしてできるものか。それでなくとも人が鬼を滑るなど。いや、なくもない。石丸とやらが放り出されたあの木は、時もなく、ところもなく、未だ何にも定まってはおらぬもの。今は二つ世のもとなのです。雨の浮き橋とは、その不確かなる時と心をつなぐため、初代カムヒツキ様が作られた、であったか。ですじゃ。そしてあの霧に、定まった時もなく、ところもないのであれば、そこに放り込まれた者は一体いずこにたどり着くのでありましょうな。例えば、お前たちが訪れる前のこの島に、ということか。石丸が、この島に…待て待て、気が早いぞ。今分かっておることは、鬼を束ねる者が西の砦におるかもしれんということだけじゃ。詳しく行って確かめるほかあるまい。そうですな。お姫様の力も大きくなられた今であれば、砦攻めもなし得ましょう。砦を制すれば晴れてこの島はわしのものじゃな。カムヒツキ様もさぞお喜びに。うん。あ、いや、戯れげ申してみただけじゃって、あ、仲ようやっていこうぞ。あとはもう少し資料分別というものを身につけていただければの。さあ、無事クリアで次は砦攻めと。砦か。